やべえ、なんか始まったぞ。出た出た、シングルポーザーか。2人とも2キャラ以上使えますからね。俺さっきリディアってようとしたけど、やっぱやめました。対戦カードを買いたいんです。あ、買いますね。うん。あ、マンそう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 。一文字書いたら。え？なんで負けた？貸したかったよ、だから俺。服脱いだぐらい。いやーまあ一戦目がね、自分の話ですけど、鹿児島の人で X の時から、じゃあもう始めてください。ステージはこっちは OK、 あ、勝ち、ヒデさん OK、 ヒデさん勝ち。はい、じゃあ砂村で OK、 砂村で3、2、1、GO。 ソニックファルコン、僕のインターネットないんで、対戦相手がほとんどネモナメさんだったんですね。知ってるんですけど、このファルコン、やばいよ、今ファルコン弱が強い。その抱き上がりにね、ほとんど対応してるのが僕だけでいい。ジャンプかっけえ、ファルコンのジャンプかっけえ。いや、全然全然どうかな。やばい、捕まえた時だと思う。そうですね、滑りました。あー、じゃあもう5番中心しよっか。5番テレビ、5番テレビ調子悪いらしいから、主人のコントローラーしか反応しないんですよ。幽霊じゃない、あ、ウィーってそういう問題があるんだね。こう変わって。割と弱で何とでもなるような感じには見えますけど、この位置での後ろ投げ、まあ先頭捕まってたら怖いですね。ほとんどのパーセント源が弱に見えますね、感染の対するソニックは。あ、メルさん対ダンちゃんさん。はい、メルさんの勝ち、純勝ち、純さん対村人銀子さん純勝ちで、そのままサさんと試合してもらう。次の試合というのいいかな。
なんちゃんメルちゃんはメルちゃんです今どっちで勝った？ファイボー！スニック。あ、スニックの勝ち？逆転しました。忘れるの？リプレイ。リプレイはあれ、準決勝ぐらいからでいいよ。気持ちよくなんかスイッチですよね。残ってると思う。今もっともっとやりましょう。決まる。盛り上がるコンボを見せてくれました。決まって欲しかったですよね。結構ね、強気な行動が触れるパーセントで
知っている、ちゃんと対応していますね、レモンダメージ。さっきソニックとやった感じ、このソニック戦場来てるかな。はい、どうぞ進行。何ゼロですか。で、次配信台で、モスさん、ヒデさんやっていうの配信のサボりで、なんかあっちがもう先に進めなくても、こっちがすごく、まあ、時間的には大丈夫ですけど、ちょっとこの作品が遅いんで、最初からゆっくり、最初側の準備ができます。ありがとう。きついぞこれは。よし、クロスターは負けない。めちゃくちゃジャンプしてます。何の転生でしょう。さあ当てて、そんなの教えた。そして1-1、この辺のになっていくと接戦ですね。1-1-1-1。盛り上がってますね。嬉しいですね。抱き上がりジャックをどれもで試しよう。ほとんどの抱き上がり行動をジャックで狩れるっていう。
とりあえず置いておけばほとんどの相手のステージにも対応できる。バーストされない。回避も早いからありといえばありですね。早いですからね、あれを狩る。本当狩れないよ。影の読み合い。これは死んだか。この位置はあれを警戒しないといけないですね。強いですね。空母が決まらず。反撃の精度がなかなか高いですね。これは三木君の復帰が強い。やばいな。もうフロント盛り上がってるじゃないですか。フリップのフィー分かんない。俺の友達じゃないかな。人のお友達が翼いる。ファルコンズウンコってやりたいんだけど、ファルコンズウンコってコメントして。下京であっという間に退学しましたね。姉御さんの負けです。勝てお勝ちましたね。というわけで勝者側、これは決まったのかな。